数字の大技は、単純な字型の関数字の代わりに用いる漢字である。1万円日本銀行券2000円、日本銀行券他の関数字やカタカナとの混同、改ざんによる詐欺を防ぐため、法的文書や会計書類で用いられる。例えば、領収書に金1万円と書くと、後から進むや L などを書き加えて、10万円や20万円や、 一千万円にしたり、二を書き加えて、三にしたりする改ざんが容易に可能である。同じく、六千円を汚い直筆で書けば、大肝円と相手に誤認させることも可能になる。逆に、金三万円と書かれた領収書を受け取ると、提出時に三万円に水増ししていないかと疑われる恐れもある。これらの疑いは、 関数字が縦線と欧線の組み合わせで成り立っており、なおかつ関数字が画数の少ない文字で表記されることに由来する。そうした疑いを払うために意図的に画数が多く難しい漢字を用いることで改ざんを防ぐようにしたのが大技の存在理由である。例えば1に対応する大技の1、6に対応する大技の陸、千に対応する大技の千。 万に対応する大技の一万では、一、六、千、万のような改ざんはできない。日本では、8世紀初頭に編算された大法律量において、公式文書の帳簿類に大技を使うことが定められている。およそこれ母帳の類の数あらむものは、大技になれとされ、東大寺の正僧院に残る天平時代の戸籍や、 小税庁はこの例に則っ,って、一から万まで下表にある大技が扱われている。かつて大技は万に至るまで用いられてきた。中国では現在でもすべての大技を使用するが、一部は簡体字になっている。いかに日本と中国の大技を示す。日本の法令で定められているのは1、2、3、10のみである。現在の日本銀行券には、千円、二千円、五千円、 一万円と書かれている。他に、かつて発行された日本銀行券で大技が使われているものには、五十円、二百円、二十円、十円、一円、十銭があり、また、日本銀行券以外の日本の紙幣も含めれば、二円、五十銭、五十銭、二十銭もある。後は、麻雀牌の表記以外の小取引などで使われる、場合は少ない。 大技を用いるときは一般に数字を用いた書き方が行われる。また通常は言わない、一を明記することがある。例えば110は、110、または、110と書き、110といったアラビア数字のような、クライド奇数法を用いるのは、一般的でない。簡体字の、は、本来、3の一体字だが、現在は、3の大技専用として使われているようである。 ありがとうございます。